ネットで競馬、ネット競馬。こんにちは、桜花の奇跡、一ノ瀬健奈です。競馬予想家の太郎です。今週も始まりました重賞ベスト3。この動画では競馬予想家の太郎さんが阪神ジュベナイルフィリーズで解体3頭を解説いたします。太郎さん、まずは先週のチャンピオンズカップなんですが、推奨馬のジュンライトボルトとハッピーが1着と3着ということで、おめでとうございました。はい、ありがとうございます。そうですね、この動画でジュンライトボルトを、まあ、推奨してね、当初こちらを本命にしようと思ってたんですけど、オッズ見たらね、想像以上に売れてたんで、まあ、最終結論はハッピーの方にしたんですけれども、まあ、先週ね、あのメモリアル達成した横山の力士はうまくこう打ち勝ち沿いにねつけて、まあなんとか粘ってくれて、馬券的にもうまいこと言ったかなと思います。レース自体のね、レベルはちょっと今やっぱダート主役がいなくて、帝王ケインズがね、まあ外外回らされたのもあって伸びきれず、で、まあジュンライトボルトが鮮やかに差し切ったんですけども、ダート路線自体はまだこう混戦という感じかなと思いました。まだ今後楽しみですよね、各馬が。どんな風に。そうですね。またこう、フェブラリーステークスになるとね、こう別の勢力も出てくるでしょうし、まあこの後東京大賞典とかもあるんでね、まあダート路線ちょっと混戦なんで、まあその分、馬券的にはね、まあ一頭こう、例えばクリス・オベリルが絶対強いみたいな、そういう今時代じゃないんで、逆に面白いかなというのが先週の感想ですね。あとまあチャンピオンズカップのちょっと翌日、ちょっとだけ告知なんですけど、はい、この、馬券力の正体という新刊が出たので、まあ、視聴者の方、まあ、2冊とは言わない、1冊でいいんで、ぜひ。こう買い方とか考え方とか、レース選択のやり方とかね、まあ、結構こう、こうやったら、丸乗りしたら儲かるとかじゃなくて、もう自分の馬券力、基礎的なね、あれを上げるって感じで、回収率を上げるために、ぜひ読んでいただければと思います。はい。すごい。ありがとうございます。はい。はい、なんか今週は競馬界も福永さんが調教師さんに合格だったり。そうですね。まあこれだけね、割とキャリアのピークの時にね、まあ辞めてしまうというのは、まあ残念でもあるけど、楽しみですよね。個人的に福永騎手は、最初のね、プリモディーネで99年の桜花賞勝った時から、まあ馬券というわけにはいかないですけど、予想して結構相性良かったんで。なんか、すっごく好きな騎手だったんですけどね。調教師になってから、まあなんかもう本当成功しそうですよ。楽しみです。はい。はい。ありがとうございます。はい。ここからは太郎さんの展開予想に移りましょう。阪神ジュベナイルフィリーズ、どんな配列になりそうでしょうか。はい。ジュベナイルフィリーズはこちらです。ちょっとこれはですね、2歳戦なので、ポイントを分かりやすく、まあ、ちょっと、いくつか申し上げたいと思います。ですね。サンティーテソーロ。この馬が最内枠に入りました。で、この馬2戦連続トップスタートを決めて逃げ切ってる馬なんで、おそらく今回もスタート早いです。横山和夫騎手、最内枠。まあ、この逃げは確定だと思うんですよね。で、この馬が最内枠に入ったことで、逆に言うと外枠勢っていうのはちょっとこう、レースの組み立てが難しくなったかなと思います。ラベルなんかはね、出遅れ癖が少しあるので、そこら辺をどうこう、まあ、うまく流れに乗せていくかっていうのは鍵になるかなという感じで、まあ、隊列、ちょっと、こんな感じになっております。先行、伏兵の先行馬が、まあ、結構いるかなという気がします。阪神ジュベナイルフィリーズはどういう客室が求められますかね。あ、そうですね。今年の場合は、まあ、Bコース代わりが去年よりね、一周早かった。たんですけど、意外と馬場状態がいいんですよね。先週もだいたいこう、伏兵はね、うちにいた方が有利という感じだったので、まあ、外回りなんで、差しは届くと思うんですけれども、あんまり外を回すと、少し、こう、伸びが鈍るかなというのが、現時点の印象なので、まあ、ベストポジションは、馬群で貯められる馬で、かつ強足がしっかりしている馬ですかね。あんまり後ろすぎたり外すぎたりするのは微妙だと思います。はい。今回これは中段というか真ん中あたりが結構混みそうな印象ですか。まあ2歳戦でね、専用を逃げ切ってきた馬とか、そういった馬がね、割と多いんですよ。まあ2歳戦ということもあるんですけれども、なので割と先行集団
まあ、先行できる馬が多いのと、逆に、こう、ラベルなんてね、末脚を生かしたいタイプなんで、まあ、どちらかといえば、こう、前が多いかなという気がしますね。はい。ペースはどのくらいで流れそうだなと予想されてますか？これね、難しいですよね。最内枠に3ティーテソール。まあ、これどの枠に入ったとしても言ったと思うんですけど、最内に入ったことで、隊列っていうのは、まあ、ある程度すぐ決まると思うんですよ。これ隊列ってどういうことかっていうと、もうちょっとこの1番を基準に言うと、この1番の馬が早いので、この馬が例えば16番とかに入ると、内に切れ込んでいくじゃないですか。まあ、その方が、どちらかといえば、こう、隊列の乱れが生じるんで、まあ、こう、ごちゃっとしたレースになるんですけど、内に入ったんで、ペースは仮に上がっても、割とこう、内から順番にこう、隊列ができちゃうような形になるかなと思います。なるほど。わかりました。ありがとうございます。ここからは、阪神ジュベナイルフィリーズで太郎さんが解体三等を解説していきます。それでは太郎さん、1投目から教えてください。1投目、リバティアイランドにしました。まあ、リバティアイランドね、このまあデビュー戦の勝利の時からかなり注目をね、集めていて、まあ、クラシック候補というようなことも言われている素質馬です。まあ、実際、こう、クラシック候補かどうか、まあ、これからのパフォーマンスによると思うんですけども、現時点での完成度と素質の高さという点では、まあ、1枚上になるかなということで、1投目推奨にしました。前回のね、アルテミスステークスなんですけども、まあ、直線ちょっと進路ね、前が塞がるようなところもあったので、まあそこから立て直してよく伸びてきたと思うんですね。まああの不利っていうのは実は馬券的にはそんなに見つけても意味がなくて、というのも競馬の構造上人気馬の直線の不利っていうのは必ず次走を加味されて人気にこう入っ、もうこう織り込まれてしまうので、まあそこはそんなに強調しても仕方ないかなとは思うんですけれども、まあただ、こう加速能力の高さっていうのかな、そこに関してはかなり優秀なところがありますし、まあ陣営もね、川田騎手自身も2歳 G1 には非常に強いですから、普通に有力であるかなと思います。阪神のマイルはいかがですかね？いいと思います。やっぱ素足が武器の馬なので、しっかりとこう、助走区間をつけられた方が、まあいいタイプだと思うんですよね。なので、阪神の外回りで、ちゃんと追走をして直線勝負っていうのは合うと思います。まあ川田騎手。そうですね。今年のまあ、桜花賞みたいに、馬群をさばいて伸びてくることもできるので、まあ、そういうイメージを持ってますね。枠順的に真ん中あたりですが、いかがですか？あんまり外すぎると、こう、微妙かなと思ったので、まあ、ちょうどいいところに入れたと思います。あとね、あんまりこう、前回みたいにごちゃつくと良くないので、まあ、馬群の中を追走しても、どこかでスムーズに、こう、スペースに出せれば、きっちり足は使ってくれるかなと思います。今後の成長という点には少し課題があると思うんですけれども、2歳段階での、まあ、完成度と現時点での能力という点で、今回1番手での推奨にしたという感じですね。ラベルとやっぱこう比較して考える方も多いかなと思うんですが、結構2頭のいい点というのは違ったりしますか？そうですね。ラベルに関してはやっぱ、末足の鋭さ。で、リバティアイランドは、どちらかといえば完成度というかな、だと思います。なので、まあ、現時点での、この確実性ですかね。確実に、こう、伸びてくるという点では、リバティアイランドの方が上で。ラベルは、やっぱ、ゲートを見てもね、ちょっと、まあ、これお姉さん、ナミュールもそうでしたけど、器用さという点では、少し心配があるので、その器用さ、レースセンス、確実性っていうことで、ラベルとリバティアイランドを比較したときに、リバティアイランドの方に、まあ、今回なったと。なんで、今後この順列っていうのは逆転する可能性があるんですけど、2歳 G1 においては、こっちを取ったっていう感じですかね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。続いて2投目の解体を馬さん教えてください。2投目は、サンティーテソーロにしました。そうですね。サンティーテソーロに関しては、ちょっと枠順を見て、まあ、より買いたくなったという感じですかね。今回、まあ、最内枠を引いたんですけれども、この馬ね、まあ、過去2走レース映像を見ていただくとわかるんですけど、とにかくスタートから加速するまでが、すごく早いんですよ。
なので、あっという間に自分の形に持ち込める。で、前走にしても、確かにね、馬場状態であるとか、枠順にまあ恵まれた部分はあったと思うんですけども、まあ、恵まれるのもね、競馬においては才能の一つですから、恵まれるっていうことは、まあ、恵まれる位置にいられるし、ちゃんとゲートも出るし、まあ、総合的なことで言えばレースセンスがあるということなので、そのレースセンスの高さという点において、かなり、まあ、2歳戦、結構ね、こう、他の馬ゲートにかかったりするので、そういう意味でアドバンテージがあるかなと思いました。横山和生騎手が今回騎乗するんですけども、まあ、もちろんね、タイトルホルダーのイメージもあると思うんですけど、思い切りのいい騎手ですから、まあ、最内枠引いたので、すんなり逃げられるかなと。週末の天気予報を見ても、そんなにこう、まあ、ちょっとね、日曜日の午後雨が降るか降らないかなぐらいの予報あるんですけど、まあ、おそらく大丈夫そうなので、今季の良好な馬場状態をうまく活かせれば、チャンスあるかな。感じです。初めての関西輸送になりますが、この辺りはいかがでしょうか。わからないですね、それは。そうですよこね。れはね、いや、もちろんね、いろいろこう、特に2歳の牝馬ですし、関東馬においては、そこも課題にはなってくると思うんですよ。まだ経験もなかったりしますからね。なんで、まあ、そこはもちろん不安もあるんですけども、まあ、どちらかといえば競馬の基本的なスタンスは、人気薄の馬はね、長所を、まあ、見た方がいいと思うのと、まあ、やっぱりこう冒頭で示したこの、隊列のね、優位性というかな、こう、すんなりいけるという、まあ、そこの部分を取ったっていう感じですかね。この、エピファネイアと母父、ダンスインザダークっていうね、組み合わせだと、最近、キャピタルステークスで上名を開けたノルカソルカっていう馬がいるんですけれども、まあ、あの馬も非常にスピードがあって、行き切ればすごくしぶとい。で、相手強くなってもそれなりに対応できるというタイプなので。まあ、このダンスインザダーク、母父っていうのは結構相手強化に強くてね、底力もあるタイプが多いので、まあ、この馬も、そういう意味でも面白いかなと思います。今までペースは結構スローペースを経験してる印象があるんですが、今回も花に立つかもしれない可能性もあるとは思うんですけど、どうですかね、もし速くなったとき。そうですね。これまあ、スローペースっていうのはまあ、2歳戦のマイル以上はほとんどスローなんですよ。ななるのほで、ど。もし相手がそれなりに来れば、まあ今回も先行馬いるので、そうなればもうちょっとペース上がっても全く問題ない。むしろ変にこう、決め手比べみたいになるよりは、自分のリズム重視で、スピード上げてった方がいいと思うので、まあそれでもね、63秒とかそういうようなペースではなくて、それなりにね、60秒フラット前後ぐらいのペースを刻んでる馬なんで、まあ、逃げないと、まあおそらくもう十中八九逃げだと思うんですけども、逃げて自分のリズムで運べるかどうか。とにかく、まあ、時計よりもリズムを取っていければ面白いかなと思います。あとは馬場状態見たいですよね。まあ土日どれぐらいこう、内がいい状態でそのまま推移してるか。内がまあ良ければいいほど、この馬にとってはアドバンテージになると思います。わかりました。ありがとうございます。それでは続いて3投目教えてください。今回3頭目。まあ、これ一番買いたい馬ですね。人気面も含めて。ちょっとね、いろいろ迷いました、正直。この2歳戦ということもあり。まあ、結論は、こちらに、なりました。モリアーネですね。私、顔が2つあるのかなって今一瞬思っちゃったんですけど。そうですね。これは、モリアーナはまあこれですね。これは馬なんですね。一般的な馬。モリアーナはこっちです。にしました。モリアーナに関してはですね、まあ現在2戦2勝ですよ。で、2戦2勝ってこれ、まあこのラベルとかと一緒ですよね。まあその中で人気面ではちょっとこう、落ちるかなと思います。これ、まあなんで人気でこう、少し同じ2戦2勝でも落ちるかというと、それはまあやっぱり、一つはローテーション。あともう一つは、まあ、ジョッキー、そこら辺だと思うんですよ。で、ローテーションという意味で、まあ、前回、コスモス賞ですよね。コスモス賞以来っていう、まあ、どちらかといえば、裏ローテというか、そういう感じになると思うんですけども、でもね、このままデビュー戦で、東京芝1600、スローの決め手比べ、上がり33秒0、最後ね、余力もありましたし、で、突き放す勝ち方をして、で、2戦目、今度、洋芝の1800メートル、コスモス賞で、
自身の上がり36秒1、後位から、まあ、上がりがかかるレースを押し切ってるんですよ。なんで、まあ、デビュー戦で決めてクラブに対応して、まあ、2戦目では今度は中距離の上がりがかかるレースにも対応してという、異なる、こう、レース、タイプのレース、両方で、まあ、勝ってきてるっていうのは、これはすごく強みだと思うんですよね。通常だとやっぱ2歳戦って、まあ、スローの決め手比べばっかりだったりとか、まあ、そういう戦績になりがちなんですけども、この馬はそうじゃないというところに一つ価値があるかなと思います。東京の、芝1600でね、結果を出しているというのも大きいですし、今の馬場状態を考えれば、ある程度位置を取れるというのも、プラス材料だと思うので、まあちょっとこれね、ローテーション的に地味だったりとか、ジョッキーがまだそこまで G1 で活躍してなかったりとかするんですけども、まあチャンスあるかなと思います。2戦2勝でね、まあこう、同じような戦績でも、こう、やっぱこの時期って、どちらかというとこう、知名度があったりとか、ブランド力あったりとかするのが 2歳戦なんですけど、まあ3年前振り返ればね、レシステンシアとリアーメリア、これ1倍台と11倍台ぐらいの差があったんですけど、まあ終わってみれば、11倍台のね、レシステンシアの方が圧倒的に強かったわけですから、まあそういったことが2歳 G1 は起こり得るので、ちょっと人気はありますけど、そんなないんですけども、面白いかなと思います。枠順はいかがですかね。あんまりこう、打ちすぎるとか、外すぎるのは嫌だなっていうのが一つあったのと、あとスタートが早い、サンティテソーロ。が外側にいたら嫌だなと。その2点を考えてたんですけども、サンティーテソーロが1番に入って、森アナ5番ですかね。この並びになったので、まあ枠順はまずまずいいところになったと言えるんじゃないですか。今後、春クラシックまで期待していたい存在ということです。そうですね。まあ今回の本当内容次第ですよね。初めてこう、まあ一戦級とこう対決をすることになるので、まあそれでどこまでやれるかっていう、まあある意味こう未知ではあるけども、未知の分、その人気がない可能性もあるので、一応ね、まあ前走こう、ドゥアイズ。こちらもね、札幌2歳ステークスで好走した馬なので、まあそんなにね、相手がすごく弱かったわけではないと思うので、今回の走り次第では、来年の春も楽しみになってくるなと思います。今回は頭数18頭いますが、そのあたりはいかがでしょう か？そうですね。それはむしろプラスかなと思いますね。そんなに不器用な馬ではないですし、ちゃんとゲートも出るので、むしろ、こう、さばく苦労とかをする馬が増える分、まあ相対的には全然悪くないと思います。折り合い面とかは不安は特にないですかね？そうですね。まあ、冒頭申し上げた通り、こう異なるパターンのレースをしてきていますし、まあ、エピファネイアの産駒ってね、ちょっとこう折り合い変えてるように見えたりしても、ちゃんとまあ足、自分のリズムで運べさえすれば、足は溜まってるので、まあ、その点はそんなにこう、不安には思わないかなと。今回もある程度流れるというのもあるの厩舎の皆さんの、武藤助 教そうなんです師ね。そう、いそうや、なんですそうですよね、ご家よ。族で。まあ、武藤厩舎、武藤騎手、そして森アナね、まあ、お姉さんが名前をつけたということで、本当まあ、家族の期待馬ということなんですけども、まあ、武藤騎手もね、まあ、全日本2歳優勝でね、積極策を打って好走したこともありますし、お勝負行くときは結構肝の据わった騎乗をするので、まあ、ここは完全にもう、こういうね、親子鷹での参戦となるんですけど、まあ、手の内に入れてる強みっていうのはあるので、まあ、そこら辺には期待したいかなと思います。この秋の G1 の先週もそうですけどね。結構こう、初 G1 制覇とか、若手ジョッキーの活躍も目立ってるので、福永騎手がね、まあこう、退くというタイミングでもありますし、一発に期待してみる価値はあるかなと。はい。という感じです。わかりました。ありがはとうい。ございます。はい。ということで、太郎さんが阪神ジュベナイルフィリーズで解体3頭は、リバティアイランド、サンティーテソーロ、モリアーナの3頭となりました。さて、太郎さん、外側の8枠に、結構人気になりそうな馬が集まったような気がするんですが、印象いそうでかがすね。ウンブライルとか、まあ、ラベル、あと、ルーラですか？これがね、ちょっとこう、波乱の香りを漂わせるかなという気がするんですよね。阪神芝1600って、まあ、かつての桜花賞とか結構外枠が有利だったんですけど、やっぱ今の馬場を見ると、そんなにこれはいいか悪いかって言ったら、まあ、
良くはないと思うんですよ。うん、なんで、で、特にね、まあ、ラベルなんかはゲートもちょっと危うい馬ですし、ウンブライルはね、距離経験がない分、横山武史騎手なんで、まあ、できればね、うちでちょっともうちょっと馬か仕留めたかったと思うので、まあ、いいか悪いかといえばあんまり良くはないかなという気がしてます。わかりました。ありがとうございます。はい。2歳戦はやはり最終決断はうまい馬券で、ああそうですね、今週に関してはちょっとこう馬場状態もね、B コース3周目でどれぐらいになるかなっていうと、ちょっと天気も不透明な部分はあるので、まあ、多少今週はもうちょっと悩むかなという気がするので、はい、ぜひそちらを見ていただければ嬉しいなと思います。まあ、今週ね、香港もいろいろこうあったりとか、レースたくさんあるので、頑張って予想したいと思います。うまい馬券も注目しております、はい。はい、ありがとうございます。ということで来週は朝日杯フューチュリティステークスを予想していきます。ぜひチャンネル登録をしていただいて来週もご覧ください。最後までご覧いただいた皆様ありがとうございました。高評価、コメントお待ちしております。また来週お会いしましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。